どう行くんやろ。右の方へ、右の方へ行くわ、とりあえず。どう行くの？とりあえずこう行って、多分登らんとみんなはこう行くんやと思うんだけど、でも登れるならこう行った方がいいかなとか思うけど、まあ。おはようございます。寒い、まあ、ちゃん忘れてた今日は11月の23日祝日です。京阪被災地域です。ここ、今日はちょっと長丁場20キロ超えの参考を実は山友さんが企画してはって、多分7時半集合かなんかに、一つ手前の駅と岩船駅かな、7時半ぐらいの集合なんで、僕たちは今もう6時40分かな、1時間ほどちょっと先行してます。というのは皆さん走りはるんで僕ら走れないんで追いついてくるだろうという体で、皆さん私らこれ今歩いてるのは多分知らないと思うんですけど、どっかで会うんじゃないかと思ってます。まあ、会えなかったら会えなかったで、最後のゴール地点まで、合流できたらとは思うんですけど、まあ頑張って歩きたいと思います。とりあえず今日はまずは生駒さんを出して歩きます。はい、じゃあ今日も一日頑張るぞ。決まってんねんけど、ハチミツって書いてあるの。ここで売ってんだ、ハチミツ。養蜂場があるんだよね、多分。そう。も天気は良さそうですね。だんだんと明るくなってきた。寒い。
給とかできるとこやったっけ。星空展望会とかって書いたんで、まちゃん冬眠せなあかんさ、おそちゃんそうだよって、ぬいぐるみだからくまくま言われてるけど、ぬいぐるみだから、お布団でぬくぬくと寝てた何なんかな、すごいな、こんな、あ、違う、バンピーユって書いてある、ほんまや、バンピーユって書いてある、なんかこれ知ったらなんか美味しそうやな、酸っぱいやろうけど、いやいっぱいなってて、分からへん、あれは向いてたで、今の写真は、バンピーユ、めっちゃでかかった、なってんの初めて見たかも。岩船京都の2キロ先って書いてある、2キロ先、久しぶりやな、ここ歩くのさえしんどかったもん。ジャム入れといたい、走るよって、ね、水は綺麗じゃないけど、休憩ポイントが出てきました。7時丸3分。まあ紅葉は綺麗。ちょうど高低山で大阪の方とかはいい感じの紅葉だね。
番自撮り棒重たいから剣道の構えになるわ。とか何やろう、プラカード持ってる入場講師みたいな。なんかしんどくなってきた。もう登りがしんどいよ。あの一気にザックの重みがぐっと感じるようになった。登りはしんどいな。川沿いの道、なんか道出たな、降りたな、なんとなく今思い出した。一回、一回出たわ。ほんでまたこの先が駐車場やわ、あるとこやわ、確か。取れた。ほら、もみじ綺麗じゃない？これ。このまだこれからの今色づいてきてる感じやね。緑とこと赤いとこが。こっちはもう赤い方多いけど。駐車場ガラガラ。駐車場まで来ました。よいしょ。今が7時11分。水が流れてる。マムシに注意って書いてるけど、もういないやろね、マムシ。わからんか、暖かくなってきた、動き出すか。紅葉が綺麗ですね。下綺麗。綺麗か？綺麗な。府庭公園星田園地へようこそって感じ。わ、めっちゃ綺麗な。な、綺麗ね。下からこう。
ヘイコラヘイコラになってたんだけど、ここあれやもんな、ボルダリングの練習場。イチョウの木じゃん、イチョウの木も綺麗かもしれん。メートルやったら登れたんやさ、どうこっち側やったら練習できん。うわ、綺麗わ。これ見て、後ろイチョウ、これこれ、おお立派。もみじも、暗くて映らない、まだよいしょ。もうちょっとおじさんって言ったら、うわ、もうあそこのなんか真っ赤やで。ああすごい。綺麗です、すごい綺麗です。こもちゃん映らへんかな、真っ黒真っ黒。綺麗ね、綺麗。時間が9時半からじゃないと渡れません。なので、ここが通った範囲で、から見上げるの初めてかもしれん。よいしょ、急げ急げ。はい、星のブランコは9時半からじゃないと登れない、橋に登れないじゃない、歩けないので渡れないので今日は諦めます。なぜならそう、足が横を、ちょっと綺麗、ちょっと、多分クマちゃんは真っ黒になると辛いんやろな。はい、これ右行ったら星のブランコなんですけど、渡れないので、このまま道沿いに。いい森霊園の方へ、ね、行きます。まだ生駒さん取り付いてないからね先の長いことできるのか俺たちに調子に乗って。あ、でも綺麗な、綺麗、コンクリの道もやっぱ、あの生駒さん行くまではコンクリの道やからな。コンクリとかアスファルトとか車通る道も通らんないし、よいしょ。パノラマへ映らないね。どうしたらいいんやろ。時半過ぎました。37分。
33分だ。もういつも時計間違える。トリラン舞台、まあ今集合してるか。スタートしてるか。で、電車に乗るのか乗らないのか知りませんが、まあ、今ちょっと待ち合わせ場所で皆さん集まってると思います。誰か遅刻とかあるかな、分からへんけど。あ、そっか。僕たちはもう出発してますんで、ちょっと多分ここ僕ら上上がってきてますけど、多分ここ上がらんと下の道で抜けていきはると思います。なのでちょっとどうなのか。駐車場とかあるんで、ピクニックとかにはいいと思います。9時半過ぎぐらいから来て、星のブランコ渡ってみたいな。あっち見えてきたな、上の方に。あそこ見えてきた。ちょっと大回り私たちしてますけど、わあ綺麗綺麗。ほら、いい天気になりそうやね今日も。眩しい。ブランコ見えない。ドローンも使用禁止なんやな、ここ。ずっと星のブランコです。はあ、吊り橋から下合流ですね。見えたら河内森駅京阪帰れますけど。JR の星田駅で帰れますけど。暑いね。トイレありますけど、山彦広場ピークこの上でした。一応ずれちゃったのもいいです。星のブランコの方もまたです。このまま一旦降りていきます。登れるとかないもんな。あんのかな、道ないよな。一回ゆっくりこの辺歩くやつもしよう。ピークいっぱいあるね、向こうに。お弁当食べた。そこに広げてかなんかで。あの頃の星のブランコはもう下が見れなくて。俺もう怖くて怖くて腰引けながら渡ったわ。うわ、休憩せんでも大丈夫。ちょっとこれ上脱ごうかな。もう入れるわ。うわ、もう下が。T シャツ着てます。今日はもし皆さんに会ったらみんな山の呼吸 T シャツ着てると思うんですけどね。揃いですね。おばさん宣伝しておきますよ。私たちが売ってるわけではないので、お友達が売ってるんで、ちょっとよかったらって言って PR 出してもらってるだけなんで、私たちには一切何もないので。
性はあるので、スポーツ、山登りとかするのにすぐに乾くのでいいと思います。散々下落ちるけど、全然常備やん。もう1年どころじゃないな、もういろんな山で行って、もうほぼこれを着てる、特に苗山なんかでもそうですけど、ほぼこれ着てるんで、全然もうそろそろもう1枚買えとか言われそうやんけどみんなはでも2枚3枚と買うてはるんで、僕ら家族で1枚ずつしか足りないだけなんですけど、ね、でもまあずーっと着てますけど、全然なあ、転んでくるとか傷んでくると結構毎週洗ってくるなあ、そうです、なんか学校の制服のようによかったら買ってあげてください。くさ、着物くさい、こまちゃんの匂いじゃないの。食べれるってどんぐり、最近どんぐり不足でね、くまちゃんのお仲間たちがいっぱいなんか人里に出てきてなんかちょっと問題になってるんですけど、今年は大変みたいね、どんぐりなくて。イノシシがいっぱい、あ、イノシシ、そうやね、イノシシやね、イノシシが食べちゃうんだよね。食べるのあいつらが、あの天敵なんじゃん、もう天敵というあれやけど、ね、餌を荒らされてるというかなあ、困ったら悪くないのにな。人間の都合だけでな、食べるのもちょっとなとは思う。共存する方法とか簡単には言えないんけど、俺たちが難しくなってきたいな。皆さんはクマ遭遇しないように気をつけてください。このクマちゃんには遭遇したら、あのお声掛けお願いします。じゃあ頑張りましょう。多分やで、多分これでちゃんとコースに乗ったと思う。森ビルの方に向けていきますね。水きれいのかな。山やからきれいのかな。もうでもなんかちょっと疲労感を感じだした。まだ生駒さんにも登っちゃいないのに。一人ずつゆっくり渡ってくださいってそうなの。あ、揺れてる揺れてる崩れてんのな、これ道が。
そっと行ってるもん、下水で流れてんやろな、きっと。フルーティーなジュースに飲みたい。うわ、なんで登り。重いからやろうな、しんどいの。ヤマップで確認するわ。まっすぐやと思うけどな。はい、あ、ここは何？ハイキング道ではありません。そうなの。この先、森林の方やと思う。これより先森林。ここ行ったらどこ行くんやろな。またつめ。こっちやこっちや。でこっちがイーモリリーンって書いてあるだけで、こっち何とは書いて、まあ、いけるんでしょうけど、上をくるっと回れると思う、この山。はい、しょ。綺麗そう、ピカピカしてる、ピカピカ、キラキラ。ああ、綺麗。はい、降りていきます。だんだんと日が昇ってきましたね。霊園が出てきた。霊園すごいな、でっかいな。すんごいごっつい霊園やな。めちゃ広い。入り口割りされてんな。はい。山口は8時11分。よし。ニモリレールまで来ました。よいしょ。おお。よいしょ。あやさん、このイーモリレールスタートでさ、ここの星野ブランコのとここの山界隈さ、ナイトハイクってどうやろう。何か出会えるかな。
これどっち行ったんやろ。トイレ大丈夫？大丈夫。はい。これ左でいいのかな。とりあえずこっちの方に抜けたいんやけどな。ちょっと違うか。はい。何時？8時？23分。うん。霊園の入り口まで来ました。隊長たちはさっき被災地水辺プラザ8時15分かなとかね、で社のインスタ出てたんで、開けときます、すいません。さあ一応これが163かな、あれ163やな。でこれうん、でこれどっち行くかな、ちょっと待って確認するわ。霊園出たら左曲がります。右じゃなくてこっちです、間違えました。もう山道じゃないか嫌だね。ちょっとしばらく住宅街とか分かんないかもしれない。ここを右ですね。この交差点、なんていう交差点だろう。交差点名がない。ちょっと住宅地の方へ入っていきます。紅葉が綺麗。鱗雲やね。元気かね。